はい、こんにちは、こんばんは、トコビチです。今はまあキリオス、フォアへの道ということで、それで右肘を上げてラケットエイドちょっとね下げるぐらいでやりますわ。どうしても下げた方がこの右肘上がりやすいんで。それでね、まあ長崎のアホコーチ藤田君曰く、右肘を上げた方が、体の後ろを回りづらいっていうのはひょっとしてあるかもしれないなと思って、ちょっとその検証してみたいと思いますわ。よろしくお願いします。まずはですね、右肘を高くセットするように心がけております。で、そうですね、キリオスとの違いはって言いますと、やっぱりラケットヘッド前方に向ける、角度とかその辺はもう違うなって思うんですが、まあ長崎のアホコーチ藤田君じゃないですけどね、肘を高く上げると後ろに回りづらいっていうのは本当なんですよね。結構回ってないですよね。あとですね、肘を高くセットして、そして打点の高さに合わせてからまた肘をね上げたい。まあ肉さんじゃないけど、肘をねちょっと8の字にするようなね、意識っていうのは持ってやっていきたいんですが、ここちょっと少し強打してる部分なんですけどね。本当はもう少しね肘を上げたいんですけど、なかなかね、それでもね以前よりだいぶ肘も上がってきたかなとは思うんですが、で、あとねもう少しね肘高くセットしたいなと思ってます。で、このスイングが私的には悪くないスイングだと思いました。で、インパクトからも肘がちょっと上がってますでしょ、肩ぐらいまで。これが理想でもね、ヘッドもう少し下げたいんですけど、これは今はちょっと強引だったかな。ヘッド前方に向けて、どうでしょうかね。もっとね意識はね、ヘッド前方に向けて、そしてターンのまま打ち込みたい。まあやっぱりまだねちょっと腕使っているようなスイングではあるんですけどね、ここら辺を改善していきたいと思っております。でもね少しずついい感触になってます。